敵に出会った時、おっさんならどうする？そうだな、まずは相手をよく観察するだろう。 あ、どうも、ゼウ大将君。はい。王子、岩に身を隠しながら戦うんだ。 調子です、王子。 よし、敵の戦車は全滅したぜ。 王子にかかれ。 へっへー、だ。 いや、待て、手ご。 隊長者だ。あの隊長者を倒さんことには、この戦いは終わらん。最優先で狙え。旋回をうまく使って隠れるんだ。
ンドランドの民のために泉を探すというのは真実か？ああ、本当だ。北欧軍の水は高すぎて、大半の者は最小限の水すら手に入れられない。私は村の連中に泉を見つけると約束した。駆け足の金を集めてくれて出発したのだ。そんな泉が本当にあると信じているのか？信じていると。だが北欧軍の水源にも何か秘密がありそうだな。違うか？私は北欧軍の将軍だ。悪いが、その質問には答えられない。いかん、隠れろ。追撃せよ。車両は一機のみだ。追い込んで捕らえるぞ。もし答えてくれよ。追撃せよ。わけにはいかんのだ。信じられん。まさに神業だ。あんな一瞬で見切って戦闘力だけを奪ってしまうとは。父さんの言ってた通りの男だった。俺なんかとは人間のレベルが違いすぎる。水源の秘密を答えられないのに、もう一つ、もう一つ聞きたい。
ラジオであなたが言っていた30年前の爆発の真相とは。そいつは聞かない方がいい。私は確信したが、証拠のない話だ。私はあなたの部下だったアポの息子でアレと言います。どうしても聞いておきたい父の最後を。アポの、そうか。シーフ、頼む。本人の方がうまく話せる。やれやれ、人使いが荒いの。まさかその情報はそいつから聞いたのですか。魔物の言うことなんか信用できない。信用できないのなら聞かなくていい。ただこれだけは言っておくぞ。この二人ほど今の世の中でまっすぐな者はいない。少なくとも私はどんな人間より信用している。偏見は正しい判断を狂わせてしまうぞ。30年前のピッチ人。現実さん、どういうことだ。パパ、国王軍のやつら降参しちゃったみたいだよ。くせえ、根性なじめ。しかし今がチャンスだ。ベルゼブブも一箇所に集まってる。グッピー、やつらをまとめて砂漠の生ゴミにしてしまえ。賞金はいただきだ。くそ。今のは何事じゃ。大砲だった。もう一両戦車がいたのか。いや、どっかの高台からだった。こっちも高いとこに登って探すぞ。あいつら、ベルゼブブに見つかったよ。ねえ、解散。くそ、逃げやがった。次に会ったら絶対ぶっ飛ばしてやる。ベルゼブブには命を救われたな。魔物に対して多少の誤解はあったか。
話してくれシーフ。30年前のこと。やだね、まだ態度がでかいぞ。なんだと？貴様、どなたに向かって？お前は黙ってろ。話して。お願いシーフ様。うぎ、まあいい、話してやろう。まさか、そんな、信じられない。ゼウ大将軍は冷酷な方だとは思うが、そこまでとは思えない。一応話だけはした。すまないが、もう少しだけ戦車は貸してもらうよ。Le char LOL. いいんですか？このままシバを行かせてしまって。Comme un mec sur le banc, tu vas rien faire à part rester assis. もう少しというところで、なぜかスイマーズに攻撃を受け、戦車を壊され逃げられてしまったんだ。ゼウ大将軍に報告するか。いや、その前に
国王に確認してみるかな。Utilise un rein plus rond pour ramasser un rocher sur le sol et passer en mode lancé. En mode de lancer vise avec R et utilise R2 pour lancer le rocher. C'est terrible. それにしても人間というやつらは疑り深いの。あれだけ言ってもまだ信用せんとは。まあこんな世の中じゃ仕方あるまい。なんじゃこれは。どっちを向いても激しい流砂とは。部活に踏み込むと飲み込まれるぞ。そう？俺なら軽いから大丈夫だろ。とにかくだ。ここを渡り切らないと南へは行けない。しかしどうするね。王子ですら沈んでしまうんだぞ。メカに頼ろうにも戦車やジャンプメカではどうにもなるまい。空でも飛べればいいんだが、飛行機は国王が禁止している。めちゃくちゃ速く走れればなんとかなりそうなんだけどな。どういうことだ。走ってる間は砂に沈むのが遅くなった感じがしたんだよ。なるほど。沈む前に走り切れれば。王子、シーフ、一度スピノ町に戻ろう。やれやれ、またあの小娘に頼るのか。
たまには寄り道するのもいいものだぞ。寄り道をすることで様々な発見があるものだ。確かに旅人が置いていったものや使えそうなものが拾えるかもしれんな。へえ、さすがプロの泥棒だな。ありそうじゃないか。高くジャンプできる乗り物でもあれば届きそうだな。ほったい。それなりだ。若い頃は何度か旅をした。へえ、大変な旅もあった。こんな世界だからな、どの旅も大変だったさ。行けない場所もいずれは行けるようになるかもしれん。思い出したら戻ってみるか。ん？あの上、なんかありそうじゃないか。高くジャンプできる乗り物でもあれば届きそうだな。どうやって生活してるんだ。作る、育てる、狩る、売る、いろいろだ。奪うというけしからんやからもいるがな。俺たちも人間から奪うことがあるぜ。褒められたことではないが、国王軍からなら構やしないさ。
砂漠の夜はかなり寒い。防寒の備えも怠らないことだ。俺たち魔物は多少なら大丈夫さ。人間こそよ、怖いんだから気をつけろよ。確かに、より危ないのは人間の方か。十分気をつけよう。岩場など狭い場所での戦闘は死角に注意した。ありがとうございました。全部見て回ることってできるのかな。想像もつかんな。だが興味はある。せっかくの旅だ。気になった場所は見ていくか。こいつで逃げるぞ。地面にタイヤの跡があるだろう。前にここを走った者たちの足跡だ。すまん、
今は手を貸せない。行ってこい王子。者たちの足跡、後をたどれば村や町に続いていたりする。踏み固められた分車もわずかに速度が上がる。砂漠の夜はかなり寒い。防寒の備えも怠らないことだ。俺たち魔物は多少なら大丈夫さ。人間こそ弱いんだから気をつけろよ。地面にタイヤの跡があるだろう。前にここを走った者たちの足跡、後をたどれば村や町に続いていたりする。踏み固められた分車もわずかに速度が上がる。ん？お前だったらなんだよ。あった、そうすごむなって。どういう、前にヘズってやつの仕事を手伝ったことがあるだろう。いい手際だったって聞いてるぜ。あいつらの退治で謝礼は。助かるぜ。ほった。見ての通り険しい地域だ。人が住むには適していないのだろう。川からも離れておるしな。昔からこんな感じだろう。やっぱり生きていくのに水は必要だもんな。
装備などを見直してみるといい。いつの間にか手に入れていたものが使えることもあるでしょうな。戦闘の時何を考えている？とにかくぶっ飛ばすことかな。それも悪くないが、敵との相性を見極めて適切な戦い方を選ぶとなおいいぞ。常に有利な状況で戦えばおのずと負けにくくもなる。サンドランドでも特に環境が厳しい地域だ。広大な砂漠、巨大な流砂、吹き荒れる砂嵐、絶対に気を抜かないことだ。俺たち魔物でも自然には勝てないからな。ほっと。国王軍の基地に不用意に近づかない方がいいぞ。でもお宝とか隠してそうじゃんか。貴重な品は保管されているだろうが、侵入者には容赦がない。もし入るつもりなら王子がこっそりと言ってください。のが大変だ。大量の水を運搬する手段もない。サンドランドは果てしない砂漠と険しい岩山に囲まれておりますから。やっぱ水源が必要なんだな。たまには装備などを見直してみるといい。いつの間にか手に入れていたものが使えることもあるでしょうな。わかった。そのうち見てみるよ。
岩場など狭い場所での戦闘は視覚に注意した方がいい。不意を突かれると戦況が不利になってしまうぞ。確かにそれで負けるのは気に食わないもんな。気をつけよ。よその地域から王の都に行くには必ず検問を抜ける必要がある。怪しい奴を近づけないためじゃな。ああ、そうやって何年も王の都の安全を保ってきたのだ。
しかったぞ。ラプトルのボスじゃ。気をつけてくだされ、王子。ために数件を探すなんてさ。そんな綺麗事じゃない。助け合わなければ生きていけないだけだ。こんなもんか。広い道を進んでいると行商人に会えるだろう。彼らはサンドランド中を旅しながら行商で生活している。俺たちと同じように旅してるのか。見かけたら話しかけてみるかな。海まで行くのが大変だ。大量の水を運搬する手段もない。サンドランドは果てしない砂漠と険しい岩山。お前ノッカーか。あれ王子、何やってるのこんなとこで。こっちのセリフだよ。魔物が花なんか摘んでさ。それは内緒。なんで言えないような悪なことするつもりか。
MDR。 そうじゃないよ。むしろその逆っていうか。もしや盲目の少女に花を届けていたのは。あ、お前がいい子ちゃんか。もう王子はそう言うだろうから内緒にしたかったのに。意外な送り主だったな。しかしなぜ人間などに。僕の歌を褒めてくれたんだ。歌？鼻歌を歌って歩いてたら急に拍手が聞こえてきてね。見たら女の子が手を叩いてて上手だねって褒めてくれたんだ。ノッカーってそんなに歌うまかったっけ？ううん、好きだけどうまくはないよ。なのにありがとうって言われた。音とか匂いで楽しいことがあるとすごく幸せになるんだって。それで花を届けるようになったのか。欲しくて。歌を褒められたんなら歌ってやればいいじゃん。ダメだよ。魔物だって気づかれたら幸せじゃなくなるでしょ。そんなことはないと思うが。あいつお前に礼を言いたいって探してたぞ。いいよそんなの。一回で十分。それより王子、お願いがあるんだけど。なんだよ。アルファラプトルエキスが欲しいんだ。なんで？あの子の目を治す薬を作るのに必要だから。でも僕じゃアルファラプトルを倒せなくて。アルファラプトルエキスがあればあの子の目を治せるのか。うん、わかった。なんとかしよう。構わんだろ王子。まあノッカーが欲しいって言うなら人間のためじゃねえからな。本当？やった。ここの西にアルファラプトルがいるからそいつを倒して取ってきてよ。西ね、わかった。ありがとう。それじゃあ僕は他の材料を集めてくるね。国王軍の基地に不用意に近づかない方がいいぞ。でもお宝とか隠してそうじゃんか。貴重な品は保管されているだろうが侵入者には容赦がない。もし入るつもりなら王子がこっそりと言ってくださいね。もう店じまい？ええ、そうなの。人と会う約束があって。その人って国王軍？それとも報道局の人？どうしてそう思うの？
芝たちをかくまったら厳罰だって報道を聞いてから様子が変だったもの。気づいたんでしょ、私たちのこと。お見通しというわけね。たちを国王軍に売るつもりかよ。あなたたちをかくまったと知られたら町にも危険が及んでしまうんです。心配はもっともだ。あなた方に迷惑をかけるつもりはない。二度と町には近づかないと約束しよう。ただ案だけはこのまま置いてやってほしい。彼女は東亜町長の客人で戦車強盗とは関係ない。行こうか、王子、シーフ。ガレージが秘密基地みたいでかっこよかったのにな。そう答えをせくでない。トア町長、アデスよ。この者たちの目的は泉を見つけることだ。
それも私利私欲のためではなく、この国の民のためにな。でも、そんなことをしたら。ますます国王軍に目をつけられるんじゃないですか。しかしこれ以上国の不幸を見過ごすことはできない。命の危険があると分かっていても、あなたが芝将軍だから。その名は捨てたよ。だが、そうだな。愚かな将軍だった私には、未来に希望を灯す義務がある。ということだ。どうかな、アデス。この者たちをどうすべきかは、みんなで話し合って決めるというのは。町の者たちにもそれぞれ思いがあるだろう。そうですね。確かに私の独断で決めることではありませんね。本当に温かく迎えてくれるかな。ああ、ドキドキしてきた。
なあ、あんた、ラオさんの仲間なんだろ？一緒に出てくつもりはないのか？それもいいかなと思ったんだけど、君は仲間じゃないって言われちゃった。何それ、ひどい。本当そう、優しすぎるのも逆にひどいよね。でも寂しかったけど嬉しかった。だから私はここを守ることにしたの。みんなが追い出されることになってもいつでも戻ってこられるように。そういうわけだから、期待してたならごめんなさい。ああ、期待通りだったよ。やっぱあんた、あの人たちの仲間だ。え？ごめんね、誤解させたみたいだけど、私たち追い出しに来たんじゃないの？その通りだぜ。ベルゼブブたちはいいやつらだ。国王軍に密告するなんて断固反対。町のみんなは知らねえだけなんだ。そうそう、あんないい人たちいないよ。あ、この言い方ベルゼさん嫌がるかな。多分ね。そんなわけだから、あんたがガレージを守るつもりだと分かって安心した。絶対出て行かないでね。町の人たちは私たちが説得するから。彼女と話すのは少し時間を置いてからにしよう。彼女と話すのは少し時間を置いてからにしよう。アデス、シバを密告するつもりだというのは本当か？ええ、本当です。トア町長に止められましたけど。当然だ。国王軍の脅しに屈するなどあってはならんことだ。まだそんなことを言ってるのかい？もう内戦は終わったんだよ。あたしらは30年前に負けたんだ。いい加減受け入れなさいな。いや、受け入れん。今も昔も国王軍は変わっとらん。奴らが心を入れ替えるまでわしは戦うのをやめんぞ。やれやれ、この人の血の気の多さは放っておいていいからね。でもね、密告するのは私も反対。芝将軍は敵だったけど、情があって嘘のない人だった。そんな人がみんなのために泉を探そうってんだろ。私は信じるね。ありがたい。いいんだよ、芝将軍を味方にして国王軍の鼻を明かすのも痛快だろうしね。なんじゃい、お前も国王軍が嫌いなんじゃないか。そりゃそうでしょうよ、生まれ故郷をボロボロにされたんだから。なんだか答えが見えたような気がしますね。いや。
どうしたプリカ、またおねしょでもしたのかい？ううん、町の人たちがみんな怒ってるみたいで怖いの。すまない、それはきっと私のせいだ。みんなと喧嘩してるの？そうではないが、火種を作ってしまったのは私だ。やはり私たちは町を離れよう。こんな小さな子を不安にさせてはいけない。おじいちゃんたち出て行っちゃうの？それをどうするか、みんなが真剣に話し合っておるのだよ。おじいちゃんもベルゼブブもいなくなったら嫌だよ。だったらその気持ちをみんなに伝えておいで。いい子だ。あなたたちの存在があの子を優しく伸びやかにしているのだろう。そういう意味ではこの町があの子を育てたと言えよう。その結束を我々が脅かすのは本意ではない。しかしプリカのみんなにはお前さんたちも入っておるようだぞ。失うことばかり多いこの時代だ。新たに得たものを大切にしたいのだろう。その優しさに甘えてしまっていいものか。もう十分話は聞けただろう。そうだな、もう一度集まろう。答えが出たようだな。À suspens. みんな思っていた以上に国王軍が嫌いでびっくりしました。今なお反乱軍時代の気概が町に染みついているらしい。おじさんたちがしてきたことを分かってくれてる人もいたね。これでますます泉を見つけるしかなくなったな。そうだな。
なあ、世界一早いメカ作ってくれよ。いきなりだね。楽しそうな話だけど、ちゃんと説明して。南へ行くのに激しい流砂に足止めされてしまったな。流砂に飲まれるより早く走れるメカが必要なんだ。おじさんの車じゃダメなの？あの流砂の勢いでは無理だろうな。そっか、そうなると、私のバイクなら行けるかも。ここにあればだけど。なんだよそれ。タルボ町で国王軍に追いかけられた時、壊されちゃったんだよ。コアフレームとやらがあれば直せるのではないのか。そうなんだけど、置いてきちゃったから取りに行かなきゃ。じゃあ取ってくるから場所教えてくれよ。無理、逃げるのに必死でなんとなくの場所しか覚えてない。タルボ町の北の方なのは確かなんだけど、
でもそのあたりに行けば思い出すと思う。だったら一緒に行こうぜ。よく聞こえなかった。もう一回言ってみて。だから一緒に行こうって。しょうがない、行ってあげるか。気持ち悪いな、何にやけてんだよ。うるさい。ほら行くよ。何かしていく？
ってらっしゃい。何かしていく？ありがとうございました。ありがとうございました。ん？あの上、なんかありそうじゃないか？高くジャンプできる乗り物でもあれば届きそうだな。よっしゃ！将軍だったんだね。昔の話だ。ああ、消えてなくなる過去ではない。消したいとも思っていない。全て背負って生きていくさ。そっか、呼び方は今まで通りでいいんだよね。ああ、私の名はラオだ。うっしゃ。
人が名前を捨てるなんてよっぽどのことだよね。生きていくにはそうするしかなかった。つらいね。何、今はそうでもないさ。どこを見ても砂漠、砂漠で嫌になってしまいますな。少しひどくなったけど、サンドランドは昔からこうだろう。国の名の由来でもあるからな。名前を変えたら住みよくならんかな。ジメジメランドとか。敵と出会った時は逃げるのも一つの戦略だぞ。俺にかなうやつなんているもんか。かもしれんが、万が一に備えて覚えておくといい。わかったよ、覚えとく。電波塔があったな。旅をする上ではこういった目立つものを覚えておくといい。迷うことも少なくなるはずだ。そうだな、なるべくそうするか。小さな洞窟たくさんありましたが、中には使えるものが残されていたりするのです。そうなのか、見つけたら入ってみよう。どこを見ても砂漠、砂漠で嫌になってしまいますな。水がなくなって少しひどくなったけど、サンドランドは昔からこうだろ。
国の名の由来でもあるからな。名前を変えたら住みよくならんかな。ジメジメランドとか。素材があれば直せそうだな。少しくらい成長したんだろうか。死にとも変わっとらん。愛も変わらず争い事ばかりじゃ。そうかもね。あ、でもゲームはだんだんすごくなってるぞ。今や作れるものがいないゲームが唯一の褒めどころか。魔物の里を出るとき許可をもらっていたが、里を出るのは禁止されているのかも。そういうわけじゃないさ。俺たちの前にも旅に出たやつはいるぜ。
伝説の漫画を探しに行ったものや究極のゲームを探しに行ったもの、遊ぶもの探しばっかり。旅を続けてればどこかで会えるかもな。若い頃はいろいろな場所を訪れた。だが知らない場所も多い。だったら旅を楽しめるな。だといいが、人間の私にそんな余裕はないな。魔物たちは普段何をしているんだ？聞いてビビるなよ。人間たちが通りそうな場所に落とし穴を掘ったり、チーフなんてこの前漫画を盗んできたんだぜ。いや、あの時は話しましたぞ。どうだ、悪だろう。今暇かい？暇だよな。ちょっと頼まれてくれない？持ってきてほしいものがあるんだ。はあ？やだよ。そう言わずに一緒のお願い。これがないと親方に怒られるんだ。だったら自分で探しに行けばいいだろう。俺もそうしたいんだよ。実際さっきまで真面目に採掘してたし。でも採掘場で誰かが置き忘れてった漫画を見つけちゃったんだ。これが面白くて、気づけばあっという間に時間がなくなってたってわけ。そんなに面白い漫画なのか？気になる？頼みを聞いてくれたら読ませてあげてもいいよ。おまけにこいつもつける。そうか、やっぱり親方に怒られるしかないんだな。
ありがとうございました。ここはスクラップ置き場のようだな。スクラップってなんだ。要は王子はまた適当なことを言って。そんなことないって。おっさんだってお宝があると思うよな。まあ何かはあると思うが。だろ、行ってみようぜ。広い道を進んでいると行商人に会えるだろう。彼らはサンドランド中を旅しながら行商で生活している。俺たちと同じように旅してるのか。見かけたら話しかけてみるかな。ジャンクの大穴に来てみたものの、本当に見つかりますかね。大丈夫だろ、俺運いいし。めちゃくちゃ入り組んだ山だな。そうですな、迷子になりそうですぞ。私も分からなくなりそう。
ちってどうやって生活してるんだ？作る、育てる、狩る、売る、いろいろだ。奪うというけしからん輩もいるがな。俺たちも人間から奪うことがあって。褒められたことではないが、国王軍からなら構やしないさ。おじさんも結構悪だね。めちゃくちゃ入り組んだ山だな。そうですな、迷子になりそうですぞ。私も分からなくなりそう。上下左右に道が、さまざまなところにつながっているな。目が回りそうだぜ。こっちに使えそうなものが置き去りにされていそうですぞ。空を飛ぶ敵には気をつけてくだされ。何とかして撃ち落とすか、降りてきた瞬間を狙うしかないな。いいこと聞いた。今度試してみようっと。上下左右に道が、さまざまなところにつながっているな。目が回りそうだぜ。
あちこちに使えそうなものが置き去りにされていそうですぞ。もし敵に突然襲われたら慌てず距離を取るといい。そしてそのまま逃げて。迂闊に逃げると背後を狙われる。状況を冷静に見極めるんだ。そういうの苦手だ。場所もいずれは行けるようになるかもしれん。新しいメカの性能で行けるところが増えるかもね。思い出したら戻ってみるか。
んだ山だな。そうですな、迷子になりそうです。私もわからなくなりそう。上下左右に道が様々なところにつながっているな。目が回りそうだぜ。あちこちに使えそうなものが置き去りにされていそうですぞ。ほった。めちゃくちゃ入り組んだ山だな。そうですな、迷子になりそうですぞ。私もわからなくなりそう。ジャンカー崩れが多いな。高低差の多い場所だ。上からの攻撃には気をつけろ。上からなんてズルは許さねえぞ。空を飛ぶ敵には気をつけてくだされ。何とかして撃ち落とすか、降りてきた瞬間を狙うしかないな。いいこと聞いた。今度試してみようっと。火炎ブレスには気をつけて戦うんだぞ。取れたぞ。ノッカーに渡してやるか。こんなもんかな。
当時サンドランドには小さな洞窟がたくさんありましてな、中には使えるものが残されていたりするのです。そうなのか、見つけたら入ってみようかな。上下左右に道が様々なところにつながっているな。目が回りそうだぜ。あちこちに使えそうなものが置き去りにされていそうですぞ。高低差の多い場所だ。上からの攻撃には気をつけろ。上からなんてズルは許さねえぞ。めちゃくちゃ入り組んだ山だな。そうですな、迷子になりそうですぞ。私もわからなくなりそう。上下左右に道が様々なところにつながっているな。目が回りそうだぜ。あちこちに使えそうなものが置き去りにされていそうですぞ。ジャンカー崩れが多いな。高低差の多い場所だ。上からの攻撃には気をつけろ。上からなんてズルは許さねえぞ。めちゃくちゃ入り組んだ山だな。
そうですな、迷子になりそうですぞ。私もわからなくなりそう。しゃ、突然襲われたら慌てず距離を取るという。そしてそのまま逃げて。迂闊に逃げると背後を狙われる。状況を冷静に見極めるんだ。そういうの苦手だ。くらい成長したのだろうか。ちーとも変わっとらん。愛も変わらず争い事ばかりじゃ。そうかもね。あ、でもゲームはだんだんすごくなってるぞ。今や作れるものがいないゲームが唯一の金どころか。皮肉な。どういう地域なんだ。いくつかの町と国王軍の基地、それと野党の。ここまで行っても砂漠だな。チーフ、何か面白いことない？王子、そんな無茶ぶり。一度しか言いませんぞ。お布団が吹っ飛んだ。さ、先を急ごうぜ。次はわしに乗り物を操縦させてくだされ。じゃんけんで勝つ。なんだ、動きが変だぞ。
迫だな。チーフ、何か面白いことない？誰か！誰か！どこまで行っても砂漠だな。チーフ、何か面白いことない？魔物たちは普段何をしているんだ？聞いてビビるなよ。人間たちが通りそうな場所に落とし穴を掘った。チーフなんてこの前漫画を盗んできたんだぜ。いや、あの時はハラハラしましたぞ。どうだ、悪だろ。この辺りは地図でいうとサンドランドの中心に近い場所だ。じゃあここからいろんなところに行けるんだな。それがそうでもない。険しい岩山で南北の移動は容易じゃない。意外と便利ではないのじゃな。ために水源を探すなんてさ、そんな綺麗事じゃない。助け合わなければ生きていけないだけだ。そんなもんか。まず海まで行くのが大変だ。大量の水を運搬する手段もない。サンドランドは果てしない砂漠と険しい岩山に囲まれておりますからな。やっぱ水源が必要なんだな。ありがとう王子。それじゃあ早速薬を作るね。できた。この薬を女の子に届けてあげて。いや、それは自分で行けよ。見つかっちゃったらどうするのさ。見つかっても魔物だってバレなきゃ大丈夫だろ。
まあそっか。じゃあ行ってくるね。子供はともかく、ばあさんに見つからなければよいですな。あ、念のため様子を見に行くか。だな。時折小高い岩場を見かけるだろう。実はその上には使えるものが残されていたりするのだ。王子のジャンプ力でも届きそうにないですな。ちぇ、もっと高くジャンプできたらいいんだけどな。あの人間、ま、目が治ったようには見えないが。おいお前、魔物が訪ねてこなかったか。魔物さん来てないよ。ノッカーのやつ何やってんだ。ん、王子、あそこにいるのはノッカーでは。あ、ほんとだ。おいノッカー、さっさと来いよ。もう心の準備をしてたのに。あれ、その声、前に歌を歌ってくれた人。お、覚えてたんだ。うん、すごく嬉しかったから。もしかして今日は歌じゃなくて薬を届けに来たんだ。薬？そう、目が見えるようになる薬。え？あ、怪しいよね。嫌なら受け取らなくていいから。嫌じゃないよ。そっか、じゃあ、はい。ありがとう。あ、こら、またあんたたちかい。いい加減にしないと国王軍を呼ぶよ。待って、おばあちゃん。いや、待たないね。ほら、家に入るよ。あの、魔物さん、ありがとう。ごめんなさい。あいつ、やっぱ懲らしめるか。いいよ、薬は渡せたし。あの小娘、魔物さんありがとうと言っておったな。ノッカーが魔物だって気づいたってこと。あ、薬を渡すときに手が触れたから。魔物と分かってもまるで気にならなかったようだな。そういう人間もいるんだね。あの婆さんは別じゃがな、本当に国王軍を呼びかねえ。これじゃあもう花を届けるのは無理かもな。そうだね。でもまたありがとうって言ってもらえた。お前って。何？いや、なんでもない。そう、じゃあ僕帰るね。みんな、いろいろありがとう。
出るとき許可をもらっていたが、里を出るのは禁止されているのかね。そういうわけじゃないさ。俺たちの前にも旅に出たやつはいるぜ。伝説の漫画を探しに行ったものや、究極のゲームを探しに行ったもの。遊ぶもの探しばっかり。里を出るのは禁止されているのか。そういうわけじゃないさ。俺たちの前にも旅に出たやつはいるぜ。伝説の漫画を探しに行ったものや、究極のゲームを探しに行ったもの。遊ぶもの探しばっかり。旅を続けてればどこかで会えるかもな。空を飛ぶ敵には気をつけてくだされ。なんとかして撃ち落とすか。降りてきた瞬間を狙うしかないな。いいこと聞いた。今度試してみようっと。以前は人の往来の多い地域だったが、今ではすっかり寂れてしまったな。整備されていた道はなくなり、代わりに危険な生物が増えた。人間が減るのも考えものじゃな。水が戻ったらまた増えるんじゃね。など狭い場所での戦闘は死角に注意した方がいい。不意をつかれると戦況が不利になってしまうぞ。確かにそれで負けるのは気に食わないもんな。気をつけよ。なんだこの道。スピノ町とタルボ町をつなぐ坑道のようだ。物流網も兼ねて掘られたのだろう。ああ、あっちの町からそのまま持ってこようってことか。ああ、なんだこの道。スピノ町とタルボ町をつなぐ坑道のようだ。物流網も兼ねて掘られたのだろう。ああ、あっちの町からそのまま持ってこようってことか。人間は自分たちのためにこんなでかい穴を開けてしまうのだな。
眺めてみるのもいいぞ。新たな発見があるかもしれん。メカを見直すのも大事ね。お宝も見つけられると一石二鳥じゃな。通るときは迷わないようにな。曲がりくねった道では方向感覚も失いやすい。迷いそうになったら地図で確認だね。お、そこから水を持ってくるのはダメか。まず海まで行くのが大変だ。大量の水を運搬する手段もない。サンドランドは果てしない砂漠と険しい岩山に囲まれておりますからな。やっぱ水源が必要なんだな。たちってどうやって生活してるんだ。作る、育てる、狩る、売る、いろいろだ。奪うというけしからんやからもいるがな。俺たちも人間から奪うことがあるぜ。褒められたことではない。国王軍からなら構やしないさ。おじさんも結構悪だね。砂漠の夜はかなり寒い。防寒の備えも怠らないことだ。空気中の水蒸気が少ないと太陽の熱を閉じ込めてくれないんだよね。俺たち魔物は多少なら大丈夫さ。
人間こそ弱いんだから気をつけろよ。確かにより危ないのは人間の方か。十分気をつけよう。なんで人間って食べられる植物と食べられない植物があるんだ？消化できるかどうかが大きい。あとは有毒かどうかという問題もある。食べられる植物と食べられない植物があるんだ。消化できるかどうかが大きい。あとは有毒かどうかという問題もある。要するに腹が弱いんじゃない？魔物は腹が強くて何でも食べられるんだな。さすがだ。そんなわけないじゃん。そうか。楽しかったぞ。それにしても暑いな。王子たちは平気なのか？まあこのくらいの暑さならな。それに寒いよりはいいじゃん。わしも寒いよりは暑い方がマシですな。ほった！魔物はみんな暑さに強いものなのか？はい。そうでもないさ。スライムなんか暑さで干からびちゃったし。なあ、強い敵に出会った時、おっさんならどうする？
そうだな。まずは相手をよく観察するだろう。動きや弱点を見極めれば効果的に攻めることができる。観察ね。今度試してみるか。国王軍が持って行ってしまったか。なんだ。テラノですな。何か加えておったようですな。そういえばプテラノは金属を集めて巣を作ると聞いたことがある。もしかしてバイクもプテラノに持ってかれたんじゃない？可能性はありそうだ。だったらあいつを追いかけようぜ。もう飛んで行ってしまいましたよ。心配ない。奴らが巣を作るのは岩山の高所だ。プテラノが飛んでいった先で登れそうな岩山を探してみよう。プテラノは動くものと光るものに強く反応する。下手に刺激すると襲われるから気をつけろ。お前さんの話が王子を刺激しなければいいかな。この時期テラノは特に凶暴になるそうだ。絶対に刺激してはいかん。ああ言わんこっちゃない。重そうだけど疲れちゃった。やかましい。俺らのことで嫌な話を思い出しただけじゃ。なんだよ嫌な話って。テラノの中には
とんでもなく巨大で凶暴なものがいるとか。マジで捕まえようぜ。そのプテラノに乗れば龍さんもひとっ飛びなんじゃない。とんでもなく凶暴だと言っておるだろう。甘く見てると今に痛い目に遭うぞ。山道は険しい。ジャンプメカを使って進もう。ドラン、足元にも頭上にも注意してね。ジャンク品で巣を作れるもんじゃな。驚くほど器用だ。痛くねえのかな。それよりレアなジャンク品を持って行ってないでしょうね。うん、間違いない。私のバイクだよ。よし。王子。あ、めちゃくちゃ怒ってるね。逃げ切れる相手ではなさそうだ。だったらやるしかねえな。王子、物騒を切らすな。そうか。修理用のパーツは必要そうだけど、多分大丈夫。ここになら修理用のパーツも落ちてるんじゃないか。こいつまだやる気か。え？どっからでもかかってこいよ。
待って。なんだよ。このプテラの卵を守ろうとしてるんじゃないかな。お、心配すんな。盗んだりしねえよ。本当だよ。私のバイクを返してほしいだけ。分かってくれたみたいだね。うん、おじ、あやつの気が変わらんうちにさっさとここを離れましょう。ああ、そうだな。よくこんなジャンク品で巣を作れるもんじゃな。驚くほど器用だな。痛くねえのかな。それよりレアなジャンク品を持って行ってないでしょうね。山道は険しい。ジャンプメカを使って進もう。だな。足元にも頭上にも注意してね。